赤矢。はい。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから、自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないから、こうやって勘を働かしとるんやないか。勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それならはよやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ、めんどいや。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。もしもし。ん？兄ちゃん強そうだな。行くで。一応楽しむさ。景気な面しとって。真島の兄さん、キルちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ邪魔や、どけどけ。おりゃ。ありゃ。どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわいや。なんでやねん、なんで動かへんねや。うわいや。おいおい、大丈夫か。うわいや。出た方がいいのか。うわいや。うわいや。いやいや。動けやくれ。動けや、このボケ。こんなこともあろうかと俺がメンテナンスしとったんや。ほう、大したもんだ。ま、ほんまはこれでボロ儲けするつもりやったんやけどね。助かったぜ、真島の兄さん。ほら、あんたの出番やで、伝説の情報やはん。
おう、これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。